さんこんにちは。今日もこれから新しい商品のご紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。前もご紹介したボンディング素材のジレがあったと思うんですけど、だからそちらもすごく人気で今店頭にない状態になっているんですが、新しい素材で、またパール同じ形のものが出ます。お色が着ている黒とベージュの2色展開になりまして、薄いジャケット素材のような形になってます。でポケットに同じパールがついているものになります。ボンディング素材と違って厚みがないので、とても薄く軽く羽織っていただけます。で裏も何もついていない状態になります。で中に着ているのも新しいブラウスで、ブラックとオフと2色展開になっています。で襟がフリフリとついていまして、お袖がシャーリングゴムになっています。後ろがボタン開きの仕様です。でランダムドットの素材になっています。シャーリングゴムが入っているので、クシュクシュとしてお袖が可愛いのがポイントで、こうやってたくし上げて着ても可愛いかなと思います。こんな感じですね。こんな感じになります。はい、続きましてこちらのコンビフリルスリーブプルオーバーのご紹介になります。お色がオフとブラックの2色展開になりまして、カットソー生地なんですけど、身頃はで、お袖が、不白素材になるコンビ素材のミックス素材のプルオーバーになります。カットソー部分も光沢感のある高級感のあるお素材になっていまして、きれいめにも見えるカットソーに。なんといっても肩のフリルがポイントになると思うんですけど、2枚重なってまして、ボリュームがたっぷり出ています。お袖もギャザーが寄っていて可愛らしい雰囲気になっています。で、かぶりになっているので、こちらはボタン開きとかはありません。こんな感じになります。はい、続きましてシャツブラウスのご紹介になります。お色がホワイト、ブルー、ブラックの単色展開のブラウスになります。このシャツはですね、肩のタックがポイントと袖のタックがポイントになっているデザインになってまして、ここが可愛いポイントになってます。なのでそれでちょっとふんわりシルエットになってまして、お袖もタックが、お袖もタックが前後に入っているのでボリュームが出ています。で、丈はですね、お尻が隠れるぐらいの丈になっているので、インしていただいてスカート合わせでもいいですし、ジャケットを羽織っていただいてお仕事にも活躍できる一着になっています。で、ボタン開きになってるんですけど、表に出ているのはトップだけになってまして、あとは肥沃の仕様になっています。続きましてパールのお袖のブラウスをご紹介します。お色がこちらのオフとブラックの2色展開になります。実はワンピースバージョンが先に出ていまして、こちらがすっごい人気でしたので、トップスのみのブラウスバージョンが今回出ました。お袖にパールがぐるりとついています。で、後ろはファスナー開きになってます。で、これ実はちょっと今スカートに入れているんですが、出してみますね。今全部アウトにして着ているんですが、後ろが長めになっていて、お尻すっぽり隠れるぐらい長めになっています。なのでパンツスタイルでも可愛く着ていただけるかなと思います。スカートだとインしても
ないのでインして着るのがおすすめになります。はい、以上になりますが、もうすぐ入荷してくる商品のご紹介をしました。ぜひまたご覧ください。ありがとうございます。